ちは、こんばんは、おはようございます。プチーヌの部屋へようこそ。今日は、HSP の人が感じる世界についてお話します。私がね、地味で目立たない霞草と言っても、周りの人が結構否定するので、最近、そよ風が吹いただけで、花びらを散らしてしまう、タンポポの綿毛っていうように表現しようかなって思ってるんです。で、なぜなら私は HSP だからであって、私と、ある一定時間以上を同じところで過ごしたことがある人は、もう本当ちょっとの音が鳴ったり、電話が鳴るだけで、うわーってびっくりしたりと、したりとか、なんていうかな、もう本当に急に音が鳴るとダメなんですよ。で、それがどういうことなのかなって、HSP の人が感じている世界ってどういう世界なのかなっていうので見ると、一般の人に分かりやすいような例えがね、昨日の夜急に思い浮かんだんですよ。というのは、知り合いの中にアスペルガーの人がいて、過去にね、合気道とかやってる時に。で、アスペルガーの人の感覚、普通の人とアスペルガーの人と HSP の人の感覚っていうのが、比較するとすごい分かりやすいなと思ったので、その比較をしながら、お話しします。で、普通の人っていうのは、感覚が、まず、エーテル体っていうのは体の、木の体であって、体から5センチとか15センチくらいまでのエネルギー領域がエーテル領域としてあるんですよ。でも、そういう普通の人が自転車に乗ると、エーテル領域が自転車の領域に広がって、自転車の身体感覚で、あと何センチで物にぶつかるっていうのがわかるようになるし、で、バイクに乗ったり、車に乗ったりすると、エーテル領域が車の感覚まで広がって、あと何センチ行ったら壁があるとか、身体感覚としてわかるじゃないですか。普通の人でも車たくさん乗ってると。うん。で、電車乗ったり飛行機乗ったりしても別に運転手じゃないから感覚が電車の感覚になったり飛行機の感覚にはなったりしないけれども、この感覚の違い方ってわかるよね。普通の人は普段自分の感覚なんだけど、自転車乗ると自転車のサイズに感覚領域が広がって、車に乗ると車のサイズに車の領域が広がるっていう形なんですけど、 HSP の人っていうのは部屋にいるとその部屋全体に感覚が広がるんですよ。だから小学校とか中学校とか高校とかでもクラスにいるとそのクラス全体のクラスルームに感覚が広がるのね。だから、私のほぼ反対側の人たちが喋ってるとすると、その内容は一切わかんないけど、どんな感覚で喋ってるのか見えなくてもね、私が、左側の前の方の席で、で、右側の後ろ方の人たちが、二人くらいで喋ってるとして、他にも生徒さんがいっぱいいるとするじゃない？でも右の方の後ろの方の人たちが喋ってる内容は分からなくても、どういう感覚で怒ってるのか笑ってるのかっていうような感覚、友好的なのか戦闘的なのかっていう感覚は拾えるのね。うん。なので教室とかクラスだとクラス全体に感覚が広がるよし、家だと家全体に感覚が広がるから、家に誰か近づいてくればその時点でわかるし、クラスに誰か近づいてればその全体にもわかるっていう感覚になって、で、特になんか団体レッスンを受けていたり、道場でエクササイズをしていても自分はここにいるけど、どっちの方角で誰が何をやっていて、どっちの方角で誰がどんなことをやっていてっていう風に、周りの人のが何をやってるっていうのも常に把握できるのね。だから HSP の人っていうのは人と一緒にいるとすごく気がつく人なんですよ。すごく気がつく人なんですが、
ただね、また話が脱線するようで脱線、すごく気がつくからいろんなことをしちゃって、で、気がつかない人にこうするときはこうするんだよっていうと、気がつかない人って気がつく人がやればいいじゃんって言うんだけど、いやいやいや、気がつく人がやったら全部私がやることになっちゃうでしょうみたいな感じになったことがあります。で、一番冒頭に言った、アスペルガーの人と HSP の人の感覚って、逆ベクトルで、普通の人の感覚との違いが分かりやすいよって言ったのは、合気道をやってる時に、やっぱりね、演武会とかっていうと、一つの畳の上というか、一つの道場の上に、4組とか、6組とか、8組とか、10組の人たちが、同じ風にやって、その規模によって、同時に出る人数が違ってくるんだけど、HSP の人っていうのは、基本的に、自分たちが演舞してるけれども、他の人たちがどんな演舞をしてるかっていうのも常に感覚的に把握しながらやっているのね。でも、アスペルガーの人から相談を受けたのは、自分がやってると自分と相手を感じるのが精一杯で、他の人たちがいつ何どこをやってるのかなんか全然わかんないって言って、で特に演舞だと自分たちのやる工程だけじゃなくて他の人が終わったら他の人たちも終わんなきゃいけないのね。だから周りの人を常に気にしながら他の人たちと歩合を合わせなきゃいけないんだけど、アスペルガーの人は自分に集中して相手を感じるくらいまでが精一杯で、他の人たちが何やってるかを感じるなんてほぼわかんないって言われて、あ、やっぱりそうなんだろうなっていう思って、その人はそうなんだろうなって、アスペルガーの人ってそうだよね。だから大体ね、雰囲気とかそういうのをガツンと言って壊して、福チーヌも結構 HSP なんだけど、その場の雰囲気結構壊すの得意なんだけど、それはどういうことかっていうと、その場の雰囲気が嫌いな時話の流れが、福チーヌが嫌な方向に流れるなとか、その場の雰囲気が嫌だなと思う時は、普通の人よりも早めに分かるので、早めに先回りしてその場の雰囲気を壊そうとするのね。そうすると、KY だとかって言われるんだけど、だってそういう親身にした空気とか、にしたくないんだもん、みたいな。したくないんだもん。で、話の先がもう見えちゃって、こうこうこうで、こう行き着く先にこの人はその着地点を目指してるんだなって分かった時に、その着地点が好きじゃない場合は、わざと話を逸らしたりして、その着地点に行けないようにするのね。そうそうそう。うん。それと、あと音に関する感じなんだけど、HSP の人っていうのは、こう感覚がガーッと広がった中で、淡い集中を全体にかけていくから、その中でちょっと音が鳴っただけでも、すごいびっくりするんですけども、アスペルガーの方っていうのはすっごい一点集中型に集中するから、多分ね、隣でブルドーザーで工事してても、何か集中することがあったらその音が気にならないくらいの集中力があると思うんだよね。だから本当に誤解しないでいただきたいのが、どっちがいいとかどっちが悪いとかって言ってる場合じゃないよ。時と場合によってアスペルガーの人の方が天才肌の人ってアスペルガーの人の方が多いじゃん。なんかに秀でてる人？うん。例えば、レインマンはアスペルガーじゃなくて本当の自閉症だけど、レインマンってさ、すごい数字に関してすごい強かったじゃん？そんなように、アスペルガーの方たちって何か自分の得意分野とか、自分が興味のあるものを見つけると、その方向性ですごい集中力を示して、その方向性で、ね、トップを取ったり、するんですよね。うん。アスペルガーってなんだっていう人は、アスペルガーっていうのは、高機能自閉症って呼ばれてて、自分の興味のある方向にはすごい、興味を示して、あれなんだけど、それ以外にはあんまり興味を示さないというか、昭和の時代にはそういうアスペルガーっていうのがなかったんだけども、だんだんと、そういう人たちが出てくる、分類されるように
なってきてきたんですよね。うん。で、HSP っていうのも当時はそんななくて、ただ、福地犬が今言ってるのは、普通の人と HSP の人とアスペルガーの人で、なんか感覚の共有の仕方、感覚の受け取り方、場っていうのが、ベクトル的にすごい逆だな。HSP の人はガーって感覚を広げちゃうんですよ。広げて、その場全体に存在するから、その場全体にちょっとでも衝撃が走ると、すごいびっくりしちゃう。だけど普通の人っていうのは自分のところにいて、でアスペルガーの人っていうのはさらにそこからすごい集中、一点集中型の集中を何かにするという形ですよね。ですからアスペルガーの方たちっていうのは何かを極められてる方が多いですよねっていう感じです。うんうんね。で、多動児とか ADHD とかっていう方たちもいるんですけれども、それは、それに関してはまだ福地犬ね、よくわからないです。よくわからない。なぜかというと、この間、ダイヤちゃんとのライブの時にお話して、多動児って福地犬的には子供の頃多動児の方でも大人になるにつれてだんだんと普通に治っていくものだと思ってたんですよ。福地犬ちょっと子供の頃は多動児的な傾向があったけれども、だんだん大人になるにつれてその傾向がなくなったからなんですね。そしたらダイヤちゃんに聞いたら、いや本物の多動児っていうのは大人になるにつれてその傾向が強くなっていくよとかって言われて、あ、そういえばうちの生徒さんの未来ちゃんが小学校の時はちょっと活発な子だったのに、だんだん成績簿に中学になるとなんか落ち着きのない人で、前を向いて授業を受けてくださいとか、高校になるとなんか授業中歩き回らないでくださいとか、なんかだんだんひどいことを言われて、しまいには親が呼び出されたみたいな感覚になって、いや、福地犬の場合はじゃあ多動児じゃなくて、子供の頃は自分の要求に素直だっただけで、で、大人になって別に動いちゃいけない時に瞑想とか、できるから、そういう感じで違うんだなと思った。で、うん。だから、後半のは、全然違う話になって、話が脱線したんですけども、まあ、結局は HSP の人が持っている世界観っていうのが、感覚が広がっちゃうんですよね。自然に感覚が広がっちゃうの。その場全体に感覚が広がっちゃうんです。うん。ということですね。だから、HSP の人が学校の先生とか、学校の先生とか、福地犬も今も人を教える仕事をしてるんですけども、そうすると、福地犬ぼーっとしてるように見えて、どのペアが何をやってて、どの組み合わせがどんなことをやっててっていうのを一応全部把握しているっていう感じ。それが特殊能力ではなくて、そういうことができる体質なんですっていうことなんです。うん。うん。うん。そうそうそう。うん。ね。だから、まあ、なぜこんな動画、誰もつまんなから見ても、再生数上がんないと思ったけど、昨日急に思い立っただよ。急に思い立っただよ。そういえば、アスペルガーの友人が言ってた感覚の認識の仕方と、HSP の人の感覚の認識して、の仕方のベクトルが真逆だなと思ったのと、福地犬は地味で目立たない霞草っていうと、なんかブーイングをすごい受けるんだけど、でも私は誰かと一緒にいるとき、必ず自分が一番にならないで、その誰かを一応立てるっていうのが身についてるのね。本当に、感じている方は感じてるだろうけど、一番目立つってことはしないことにしてるの、必ず。二番目に目立つようにしてるのね、必ず。だから、演劇時代やってる時もトリックスターの役をしていて、一番セリフの多いのは主役にやらして、っていう感じで、だから人と一緒にいても、私が主役としてガンガン喋っていくっていうのはあんま好きじゃないのね、霞草のような人だから、メインの花は一応ちゃんと立てる。で、その中で、存在感を示すっていうのが霞草だと思うんですよ。という感じですね。以上です。最後までご視聴いただけたら、
いいねボタンとチャンネル登録、月に変わってよろしくね。